いはい。階段の時ね、はい、怖いからスコアスギちゃん他のとこ行ってたんで。それでなの？怖すぎちゃんなのにね、聞いてくれないんだそこね。はい、階段はね、怖いの。あ、なるほど。霊視は大丈夫？霊視？とりあえずね、見てみる。はい、リュウアさんどうぞよろしくお願いします。はい、ということでじゃあ怖すぎちゃんに進行バトンタッチしますね。はーい、リュウアちゃんはさ、はい、お部屋に幽霊さんいるんでしょ。はい、その幽霊さんはいつも見えてるの？いつもいますよ、見えてますよ。その人はトイレとかお風呂にもいるの？トイレとかお風呂には来ないんですけど、お風呂にはお風呂でまた別の方がいるんですよね。別の方？はい。な、計何人いらっしゃるんですか？計6人いまして。めちゃくちゃいるよ、怖すぎちゃん。家で小霊術をやりすぎてしまって、どん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 集まってきて、あ、この家行っていいんだみたいな感じで、ウェルカムなんだと。はい、来ちゃうんですよ。実その人たちはもうずっと行っぱなしなの？家賃払わずに。そうですね。でも最近その私の部屋だけじゃなくて、もう一個隣に別の方が住んでる部屋があるんですけど、そっちに行っちゃったりとかもして、で隣はもうほんと普通の女子大生が住んでるので、あ、かわいそうって思いながらも、でもすぐ戻ってきたりとか。あ、また行き来するんですね。ちょっと散歩するようになってきましたね。すごい、日常生活みたいな感じで幽霊さんも。はあ、なるほど。はい、そうなの。大丈夫？リュウアちゃんはそんな大丈夫？実害みたいなものは実際ないんですか？それ、あの、一度3年前くらいにあの死にそうになって入院したことがありまして、でもそれも、あの、家で事故物件の映画があるんですけど、うん、それを見たんですよ、夜中に寝る前に。で、見終わって寝るんですけども、うち畳の部屋なので布団敷いて寝てるんですよ。で、お風呂場の方に足向けて布団入って寝転んだら、その、布団とお風呂場のちょっとしたスペースまだ空いてるんですけど、そこの上、畳の上を裸足でこう子供がペタペタ走り回る音が聞こえてきて、あ、なんだろうって思ったんですけど、その時起き上がれなくて、その走り回ってるペタ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 っていう音を10分ぐらい聞きながら、気づいたら寝てしまってて、でも朝首が痛くて起きるんですよ。めっちゃ首痛いって思って鏡見たら、左側の首が真っ赤にあざみたいなのができてて、それが消えなくて、これ何なんだろうって思ってたら、息ができなくなってしまって、で頑張って病院行ったら、このままだと死ぬんですぐ入院してくださいって言われて、1週間入院することになったんですけど、それはまあ病名はその喉に膿が溜まっちゃうっていうやつだったんですけど、その走り回ってた子供が首に入ってきてしまって、ちょっと悪さをしたっていうのがあったぐらいですかね。ぐらいじゃないですけどね。それで実害出てますけど、そんな急にね、そんなことなんないですよね。そうですよね。はぁ、ですって、小杉ちゃん。今はさ、その子たち来てるの？はい、ここに来てないの？その男の子は、あの、別の幽霊さんが、ちょっと連れてくれって言って、どっか連れてっちゃいました。それいつとあるの？はい、今家にはじゃあ、いないんです。その人連れてって、その人と一緒に今家から出ている。いなくなっちゃいました。そうなんだ。え、じゃあ今さ、リュウアちゃんと一緒に幽霊さんはいるの？いますよ。でも外にはついてこないんですか？リュウアさんがこうしてイベントとかに出るときには、はい、最初にいた幽霊さん、カズさんって名前をつけてるんですけど、カズさん、はい、カズさんは、家についてたはずなんですけど、今は私についてて、ついてきてずっとここに、ここに顔をこう肩に乗せて、肩に乗せて。羨ましいですけどね。今もずっといるんですよ。だから左側は常に重くて、じゃあお家から連れ出してしまってるんですね。はい、私はこれが仲良くなった
だからだって思ってたんですけど、ついてくれたみたいな、はい、霊能者さん的には同調しようとされてるからあんまり良くないみたいに言われて、うん、乗っ取られないように気をつけてねって言われても、体を使おうとしてきてるって可能性があると、はいはい、でも大丈夫なんですね、岩さん的には。強いな、プラス思考で生きてます。仲良くなったから、はい、わあ、すごい。じゃあさ、はい、今さ、いおりちゃんの肩にも誰か首乗っけてる、はい、肩に、その変なもん、守護霊じゃなくてってこと。いや、なんでも、いろんなもんいるじゃないの、はい、肩には乗っけてないですけど。もう始まっちゃったけど、けどって言われた。はいはい、守護霊さんがいますね。あ、いい方の霊が、はいはい、一人います。一人、どんな人。男性で、なんですかね、爽やかな人、爽やかな男性、シャツが似合う人。シャツって何。雑な聞き方だね。でも見た目はあのクレヨンしんちゃんのお父さんみたいな、ヒロシ、はい、ヒロシみたいな、だけどなんかすごい爽やかな感じの中年な方、はい、あの、もうちょっとヒロシさんをイケメンにした感じ。ちょっとキリッとした感じの人がいますね。いおりちゃん、心当たりあるの。全くないです。ヒロシ爽やかなヒロシ。ヒロシがいます。守ってくださってるってことですもんね。そうですね。全然わからない。そうなんだ。じゃあその人は大丈夫なのね、ヨイちゃんのついてて。大丈夫な人です。いい例の方ってことですよね、はい、今それさ、ヨイちゃんがそういうこと言ってるとヒロシはさ、はい、なんか反応してるの。ヒロシさんはちょっと笑ってらっしゃいます。笑ってるんだ。ちょっとさんの話してることがヒロシさんにも聞こえて、はい、聞こえて伝わってる。名前ヒロシでいいのね、もう。わかりやすいですね。じゃあ、ヒロさん、カズさんで、ヨイちゃんはヒロシさん。カズさん、守護霊じゃないですけどね。ついてきちゃってますけどね、それね。なるほど。じゃあ、ヨイちゃん。はい。ヒロシと仲良くね。そうね、ヒロシさんとは仲良くしたいですね。他になんか変なものみたいなのはないですか、守護霊じゃなくて。大丈夫ですね。生き霊とか、なんかそういうのとかは。大丈夫です。はい。あれこれ言っていいのかわかんないんですけど、やばい。どうぞ。あの、怖すぎちゃんの中の人、中の人、はい、ダメかな。あの、キツネさんなんですよ、怖すぎちゃんの中の人。中の人いねえの。怖すぎちゃんの声の声の発信状態のとこで、怖すぎちゃんの守護霊さんは、そうだね、怖すぎちゃんの守護霊さんはキツネさんなんですよ。あら、強そう。可愛いんですよ。なんか茶色いこう耳が三角の、なんかふわふわしてる、尻尾がこう振ってる子がいて、キツネさんだったっていう。それキツネ付きじゃねえの。でも守ってくれてるんですよね。はい、悪い感じではなく、うん、怖すぎちゃんは変なものを連れてない。連れてなかったです。よかった。キツネさんぐらいですって。コンコン。怖すぎちゃんキツネになっちゃいますよね。乗っ取られてるんじゃないか、体。はい。じゃあ、はい、ヨイちゃんはヒロシということで。ヒロシさん。はい、ヒロシさん。なんだろう。ちょっと心当たりあるか、親とかにも聞いてみますね。なんかヒロシじゃないよ、名前は。ヒロシじゃないですけど、ヒロシをイケメンにしたような爽やかな中年男性。この辺りありますかって聞いてみよう。じゃあさ、はい、ひよりちゃんは分かったから、うん、せっかくだから今日ゲストに来てる人たちも見てもらおうか。ちょっと、はい、じゃあまずてるさん
お呼びしてみましょうか。あれだけのね事故物件を見ているテルさんには一体何がついているのか。テルさんよかったらこちらいらっしゃってください。チャンネル恐怖をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。これからも怖いを楽しむ動画を配信してまいりますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。